もうクリエイティブのこの中核の部分をくすぐるようなお題ばっかり出してきますよね。なんかねこう、はい、あるものってつまんなくてこう自分が考えつくことによって人々の生活が変わるかもしれないことをやるのがすごい好きで。なるほど、確かに。いや僕デザイナーというかデザインというものは問題を解決する仕事だと思ってるんですけど、中田さんの職業って何かなと思ったら課題を発見するのが仕事だなっていつも思ってて。好きなんですよね。だからなんか物事に対してすごいいつも否定的ではあるんですよ。何でも否定からこう入って見ていくからこそこう、はい、あの逆に物を厳しく見ていいものを作っていくっていうのは、はいはい、なんか考えからで。でも何か物を否定するって普通聞くと何かこうネガティブなそういうニュアンスだったりすると思うんですけど、中田さんの場合ってなんか明るいじゃないですか。明るく否定してるというか、もう好奇心なんですかそれ。一番厳しい消費者なんです。いやでも一般的にはもういろんなものが出尽くしたというかやり尽くされたって思いがちじゃないですか。まだまだ可能性いくらでもあるって思ってるところ僕すごい共感してるんですよ。絶対ありますね。まあ一番簡単なのはやっぱりこう、はい、人間の生活って日々変わってるし、それで生活に合うものっていうのは日々変わるべきなんですよね。いや僕もそれ思っていて、名作とかあるじゃないですか、家具でもデザインでも。でも時代が変わるとやっぱり名作の評価の仕方とかありようとかやっぱり変化してるんじゃないかなって思っていて。そうですね、昨日は良かった椅子が明日はもういい椅子じゃないかもしれないって思うと、やっぱり時代は流れてるというか時間は流れてる以上新しい課題はいくらでもあるんじゃないかって思っちゃったりはするんですよね。まあ実はそれに多分一番対応できてないのが、はい、いわゆる国というような機関で、やっぱり法律とかって、ね、本当は日々変わっていかなきゃいけないぐらいなのに、はい、何十年も前にできたものとかがずっと同じあるって、物事を固めなきゃいけないわけですからね。で生活はすごいこうどんどん変わってるのに、それに合った法律が、まあ、ルール、いろんなものがどんどん改正されなきゃいけないものが一番遅いっていう。そうするとそれを本当は物とかもそうですけど、はい、いいものを作りたくても法律上できないとか。ああそうですよね。だから物を作る前にそこのルールが変わんなきゃいけないけど、実はそこがちゃんと追いついてないっていうのが多いんじゃないかなと、ね、確かに。あとヨーロッパとか見ると本当に国がいろんなことに助成、文化的なことに助成してるんですよ。あのデザインであったりとか、そういう伝統工芸であったり、そういった部分をすごいサポートしてたりするんですけど、そういうのがやっぱり抜け落ちてしまってるのが日本だったりすると考えると、中田さんのやっぱり活動ってそこで抜け落ちてしまった伝統工芸だったり日本酒もそうかもしれないですよね。そうですね。そういった部分をこうそっとサポートしていくみたいな、そういうふうに僕には見えてるんですけれど、僕はなんか逆にその、はい、そこに可能性がすごい埋まってる。なるほど、逆にこんだけ ね、すごい縛られてきたからこそ、逆にやれることって今技術が開発されてきて増えている。今までは本当に大きな課題だと思われてたもの、意外とハードルって低いんじゃないとか、そういうことですか。そうなんですよ。だからまず日本酒も多分今回のもそれで、はいはい、いわゆる今まであった常識っていうのが、はい、こうずっと残ってて、だからそこって常識だから誰も考えないんですよね。なるほど。もうそれはそういうものっていうふうに思ってしまって、ね、思考が止まっちゃってるわけですよ ね、考えることを諦めちゃってるわけですよね。だけど僕はもともとの業界も知らないし、なんでって思っちゃうんですよね。なるほど。いや、それも完全デザイナーの視点ですよ、ね。最強の素人みたいなことですよね。そう、それ、当たり前のこと、当たり前の疑問を当たり前に感じれるってことですよね。世の中最強の素人が一番強いです。それは僕もそう思ってた。それは僕、だから、はい、デザインもよ、例えばファッションも好きだし、はいはい、食とか、何でも好きですけど、はい、どこにも本気で足は突っ込まないのは最強の素人であり続けるためですね。中途半端なプロにはなりたくないってことですよね。絶対にそれを処分してそうすると必ず言われるから。なるほど。絶対周り言いますよね。もうなんでプロにならないのとか、実際に作んないのとか、いろいろ言いますよね。言われますけど絶対にやらないです、はい、それが面白いですよ、ね、それはいつまでたっても一番文句を言える素人でありたいから。ああ、それある意味最強ですよね。だけど重要なことは勉強することですけどね、はい、そこの意識というか好奇心は本当すごいですよね。衰えないですよね。楽しいですね。やっぱりなんか学ぶってのは楽しくて、だけどそれが本とか、はい、ネットとかそういうことじゃなくて、人に教えてもらうのがすごい楽しい。直接会って、そうですね、現場で見せてもらったり、